このメニュー。どうも、14歳 VTuber の星のニアです。ボイスロイドのキズナあかりです。チキチキチャンネル。今回の動画のお題はこちら。劇場版フェイトカレードライナープリズマエリア、リヒト、名前のない少女について、レビューしていきます。月姫の方は、ネタバレ2週間禁止もあったけど、プリアは原作付きということで、あまり抑えずにやります。ちなみにスイッチ版で、アルクエイドルートのクライマックスやりながら待機してました。ということで、プリアリヒトについて解説。プリズマエリアシリーズは、実は歴史の長いシリーズで、原作は2007年から連載が継続している。アニメは2013年から始まってて、合計4クール。映画も今回3本目になる。プリズマファンタズムは関係ないけどね。今回は2016年にアニメ化された、ドライ、と2017年の、石化の誓い、から、直接時系列が進む、石化の誓い、が、ヒロインのミユの過去、そして宮代の F を書いたがっつりフェイトしてる過去編だったね。一応エリアたちが、石化の誓いに相応する話を、ミユとミユの兄から聞いているというところは語られている。時系列としては、2016年のドライ以来、5年ぶりの話になるのね。ちなみに2019年に、プリズマファンタズムとかいう、ワカメと麻婆豆腐の出番が多い、謎アニメがあるんだけど、これは関係ない。で、今回のプリアリヒトに話をすると、実質ドライの続編で、本編の話を進展させる戦いが主体となる話だね。プリアドライシリーズは、ミユの出身世界が滅びゆく世界であることをテーマとする。最近の設定で考えていくと、選定事象、異文体、という、かなりどん詰まりの世界観であることが語られてる。明言はされてないけど、それらくらい、住んでるのよね。鋼の大地みたいになってるからなぁ。ミユ世界、でもミユ世界にとっても、低素ポイントというか、分岐したきっかけがある。そのキーパーソンが、名前のない少女なのよね。その原因について、原作だととっくに語られてて、今回アニメでも映画で掘り下げられる話ではあるんだが、なんだとは言わないけど、今後フェイト、月姫の世界観で、パンドラが出てくるなら、声優は諸星すみれになると思うよ。うんうん、それもアイコツだね。で、今回のプリアは、パンドラの運命に翻弄されるエインズワース陣営とのバトルが、主体となる。主にエインズワースの運命に振り回されるジュリアン。そのジュリアンを慕うベアトリス、そして死体に、バーサーカーランスロットの力を移植された魔刀桜が立ちはだかるよ。悲しき過去。イリア&バジェットバーサスベアトリス、ミユ&クロエバーサス桜、そして最後は悲しき過去を背負った、ジュリアンにイリアが相対するというバトル構成になるよ。やはり、バトルが多めの構成。決戦前の最後の日常シーンも、ちょっと短い気はするけど、イリアとしてはみんなで帰るための戦いなので、まあここら辺はね、やはり今作の良い点は、戦闘シーンの作画だろうね。構図も含めて、フェイトらしいサーバントクラスのバトルが描かれる。その中でも、甘さを強く保つプリア世界のイリアが、ベアトリスやジュリアンを救うべく、決意を持って戦うのは熱いよ。ジュリアンの演技もいいんだ。花江夏樹兄貴は、炭治郎みたいな好青年もすごく熱いんだけれども、やはり闇の花江夏樹もいいんだよね。悲しき運命を背負いつつも、姉やベアトリスに対する情、シロウに対する友情を捨てきれない人間性も演じていた。地味にジークくん対イリアでもある。決着がついて、本作は良い感じで終わりそうになる。だがエインズワースの始祖である、ダリウスの創世神話はこれからだ。イリアはミユも世界もパンドラたちもみんな救えるのか。鍵を握るのは、英雄王と謎の女、田中。まあ、田中さんの正体も、原作では語られてるんですけどね。ということで、イリア、田中、コギルが、決意を固めてるシーンでプビーコンティニュー。正直知ってた。原作自体がまだ未完だけど、あと一本欲しいよね、って流れだものね。レクイエムや月姫、FGO と同じ流れで、完結を合わせてくる可能性もあるかもね。片月のギリシャ神話系統が、プリアでも重要になってるから、
FGO のオリュンポスなのよね。ロボだもんなぁ。と言ってもミユ世界でもセファールは人間の手で倒させてると思うけどね。ともあれ、プリアリヒト。つなぎの映画ではありましたが、ジュリアン一派との実質決着としてかなり熱い作品なのでぜひ。時間が余ったので、月姫のアルクエイドルートのネタバレなし感想やります。ネタバレを含まない感想。アルクエイドルートは、思ったより月姫してたなって、当の式は、普段はもやしだけど、やるときはやるタイプの熱い主人公だし、アルクエイドはきっちり可愛い。長谷川さんの演技も良い。以上です。まだ尺が余ったようね。しょうがない。今までのプリアシリーズの軽い紹介を、やっていこうと思います。まず最初のプリズマイリア、普通の女子小学生、イリアが、魔法のステッキや魔術師たち、謎の魔法少女、ミユと出会う話だよ。1クールで完結する話。いろいろと悲しき過去があって、心がすさんでたミユが、イリアに心を開いてブラコンレズになる話だよ。ブラコンは元からなんだよな。ミユはオリキャラだけど、なんだかんだプリアシリーズのヒロインとして良いキャラしてるよね。マジで、ステイナイトのキャラっぽく見えるんだよな。次に、プリズマイリアツバイ。こちらはクロエ登場編、バゼット編、そして最後のクラスカード編に分けられる。アニメだと、分割にクールで、クロエ編がツバイ。最後のクラスカード編がツバイヘルツ、としてテーマが変わってるよ。ツバイはクロエがヒロイン。ツバイヘルツはミユがヒロイン。そんなイメージね。クロエ編は、普通の日常と、先天性で普通ではないこの問題に焦点が当たってるね。プリア世界がどこから分岐したのか。良い意味でフェイトゼロとは分岐した世界であることもここら辺。やたら強いマゼットさん。月姫通学しろよ。道のカルートとサッチンとシオンと花月東山でやって初めて開かれるから。個人的にツバイヘルツのオープニングワンダーステラはマジで名曲。ナイツマやメイドラゴンのファナさんだね。ミユがどんだけ救われてたのか、彼女の兄の戦いが無駄じゃなかったことも明らかになってるね。そしてドライ、完全に長期シリーズの展開。謎の敵エインズワースト、イリアと愉快な仲間たちの交戦。だいぶ長期連載になってるけど、着実に完結に向けてるね。本作リヒトも実質ドライアニメの続編だよ。セッカの誓い、ミユと、ミユの兄について語った過去編を映画化。実質プリアゼロ。エミヤシロウのイフでもある。がっつりフェイトしてるね。あとミユの尊さがわかる。そしてブラコンがブラコンレズになる。多分イリアちゃんが悪いと思うんですけど。そして、プリズマファンタズムは、ワカメと麻婆が好きな人が見ればいいと思います。ご視聴ありがとうございました。